今回はハイブサーバーの激レアコスチュームを10選紹介していこうと思います。ゴールデンメールボット。ゴールデンメールボットはアーケードハブのハントをクリアすることで入手できました。アーケードハブは2022年6月4日に登場し、翌年の8月まで新メインハブ登場とともに削除されるまで存在しました。パルクールやモノレール、ニモスラップなどが存在し、復活を希望するプレイヤーも多いアーケードハブには、ゴールデンメールボットが100体隠れており、これらをすべて見つける必要があるのですが、難易度がクリスマスイベントやハロウィンイベントに比べて、すごく難しいです。YouTube には攻略動画が作成されていますが、これを見ながら探しても1時間はかかるでしょう。すべてのゴールデンメールボットを見つけたら、VIP ルームに行くことができるようになります。この建物はアーケードハブの中でも一番高く、ジュークボックスや椅子などがあり、真ん中のロボットをタップすることで、コスチュームが入手できました。難易度星4、レア度星3。クラッキー。クラッキーはシューティング要素を交えた陣取りゲーム。グラウンドウォーズで最大レベルの20レベルになることで、現在でも入手可能なコスチュームです。ほとんどのハイブのミニゲームでは、レベルマックスになるとコスチュームが入手できますが、その中でもグラウンドウォーズはレベルが特に上がりにくいゲームとなっています。どのくらい上がりにくいかというと、ミニゲームの中でも最も上がりやすいと言われているキャプチャーザフラッグでは、レベル20になるとコスチュームが入手でき、必要な経験値は28500です。グラウンドウォーズも同じ量の経験値が必要になるのですが、経験値を獲得できる量が大きく異なります。キャプチャーザフラッグではフラッグをキャプチャーすることで 50XP、勝利で 100XP と、様々な方法で経験値を獲得できますが、グラウンドウォーズは1キルで 1XP、勝利 10XP となっていて、獲得方法は2つしかなく、勝利に至ってはキャプチャーザフラッグの10分の1しかもらえません。そのためなかなかレベルが上がらずに、モチベーションが失われてしまうかもしれません。もしグラウンドウォーズの最大レベルが100になり、プレステージも追加されたら、レベル上げ勢は今まで以上に苦戦を強いられそうです。難易度星4、レア度星4。ラバーダッキー。ラバーダッキーは2019年10月から11月の間に、クエストをクリアすることで入手できた、クエストポイントを支払って、購入することができました。このラバーダッキーは一番最初に追加された、月替わりコスチュームで、現在、歴代のクエストコスチュームをすべて合わせると52体にも上ります。通常は1ヶ月間のみ販売していますが、ラバーダッキーは10月から11月の間に、期間限定で購入できました。また、現在のものより入手するのが難しく、通常は500クエストポイントですが、ラバーダッキーは、1000クエストポイントが必要でした。また、クエストの難易度も今より難しかったようで、デスランで1回も死なずに3回ゴールするというクエストは、当時では10回死なずにゴールする必要がありました。それらの要因が重なったためか、ラバーダッキーを持っているプレイヤーは、911人しかいません。難易度星4、レア度星4。タイムオール。タイムオールは2019年のログイン報酬アップデートで実装され、ハイブに365日連続でログインすることで入手できます。日本時間だと毎日午前9時に日付がリセットされ、連続で毎日ログインする必要があるのでかなり難しいです。停電やインターネット接続の不具合などによって、連続ログインが途切れてしまったプレイヤーも多かったようで、運営は2023年にログインストリークセーバーを実装しました。これは100日連続ログインするたびに、ログインストリークセーバーを1つ獲得でき、万が一、ログインを忘れてしまってもログインストリークセーバーを消費することで、連続ログインを継続させることが可能です。ただ注意点があり、ストリークセーバーは6日間までは使用できますが、7日以上ログインしなかった場合、ストリークセーバーは一切使用できず、途切れてしまうので、気をつけてください。タイムオールの入手難易度は非常に高いですが、現在でも入手できるので、始めるならお早めに。難易度星5、レア度星4、シャーキー。シャーキーは2018年に期間限定で販売された、ブラックフライデーバンドルを購入することで、入手できました。シャーキー以外にも合計4つのコスチュームがセットになっていて、トップ 1G、ジンジャーキャット、タートル、シャーキー、が入手できました。ハイブでは毎年のブラックフライデーに、ストアの大幅なセールや、お得な限定バンドルを販売していて、2023年にもヘリコプターなどの限定アイテムが付属している、バンドルが発売されました。その中でも2018年に期間限定発売した、ブラックフライデーバンドルは、ハイブが初めて販売したバンドルであり、これらのコスチュームを持っているプレイヤーはほとんどいないでしょう。難易度星1、レア度星5、ミニパイレーツ。ミニパイレーツはコスチュームの中で最もレアと言っても過言ではないでしょう。というのも入手することができないからです。
ミニパイレーツを持っているプレイヤーは運営である、5チームのプレイヤーのみが持っていて、数年前では目撃情報がいくつかありました。5公式の昔のツイートにも映っていたりします。運営しか持っていないコスチュームは他にもあり、それがスケルトンです。デスランのトラッパースキンに非常に似ています。入手不可能、レア度星5。テイルズ。テイルズは2021年の7月に開催された、ソニックコラボイベントの、ライブイベントに参加することで入手することができました。このライブイベントは日本時間午前4時に開催された後、時間帯により参加できなかったプレイヤーに向けて、追加のライブイベントがさらに開催されたりしました。テイルズは参加するだけで入手できましたが、開催されたのが数回のみで、決まった時間にハイブに参加する必要があるので、持っているプレイヤーは少ないでしょう。難易度星3、レア度星3、アノマリーエクスプローラー。アノマリーエクスプローラーはマーダーミステリーのマップである、バックルームに存在するハントをクリアすることで入手可能です。個人的にはハイブサーバー史上最も入手する難易度が高いと思っています。その理由が、ハントの存在は公式から何も発表がなかったため、ハントの存在自体をほとんどの人が知らなかった。ハントの存在を知ってもクリアするのが難しかった。というものでした。バックルームはマーダーミステリーで唯一、様々な種類のマップがランダムで選ばれるマップで、マップによって床の変化、謎の空間の出現、左右対称となったりし、その中でも低確率で、水槽の裏にリプレイシネマの空間が、出現する種類のマップには、図書館に電源のついた PC があり、特定のコードを入力する必要があったのですが、当時のプレイヤーはコードがどういうものなのかわかりませんでした。そんな中、超低確率でマップに存在する、PC の画面に QR コードが表示されるのが発見されました。これを読み取ることで専用のサイトに行くことができ、そこでプレイヤーたちはコードの入力方法を見つけます。そのコードというのはプレイヤーによって全く違うもので、自分のゲーマータグをアルファベット順に並び替え、数字の合計を語尾に入力する必要がありました。短いゲーマータグのプレイヤーは簡単ですが、同じ文字が連続していたり、名前が長いと時間がかかってしまいます。自分のコードが分かっても、専用の種類のマップは低確率でのみ出現し、見つけるのにも時間がかかりました。人によっては数時間かかることもあったようです。見つけたとしても途中でマーダーに殺されてしまったり、他のプレイヤーがコードの入力に成功すると、電源が落ちてしまいもう一度同じマップを見つける必要がありました。このコードを入力する上で特に苦戦を強いられたのが、スイッチのプレイヤーで、PC などのプレイヤーはコードをコピーすることができ、ペーストすることによって一瞬で入力できましたが、スイッチだと予測変換がない限り、一から入力する必要があったため、他のプレイヤーに先に入力されてしまうこともあったと思います。これらのコードを入力し終えたら次のステップで、特定の種類のマップにある鏡の前で妹をすると、鏡が崩れ、奥の部屋に行くことができるようになり、アイテムをタップすることで、アノマリーエクスプローラーが入手することができました。この入手方法が解明されたのは、バックルームが追加された数日後に新たな種類のマップが登場してからで、それが霧で待っているマップです。部屋のあちこちにポツンと PC が置かれていて、低確率で電源がつき、謎の音を発しているものが出現しました。その音の正体がモールス信号で、解読することで、窓の前で妹をする必要があると判明しました。以上がアノマリーエクスプローラーの入手方法でした。詳しくはこちらの動画で解説しています。アノマリーエクスプローラーは公式サイトにも載っておらず、多くのプレイヤーが謎解きに参加した上で、コスチュームの入手方法が判明したので、コスチュームの中でも入手するのに、最高難易度と言われても過言ではないと思います。難易度星5、レア度星3。ブラックキャット。ブラックキャットは2018年の10月に開催された、ハロウィンイベントのハントをクリアすることで入手できました。このハロウィンイベントはハイブで初めて開催されたイベントで、初めて無料で入手できたコスチュームでもありました。そのためこのコスチュームを持っている人はハイブを古くからやっているプレイヤーで、非常にレアなコスチュームとなっています。難易度星2、レア度星5。ハイブ B。 ハイブ B はハイブサーバーで一番最初に追加されたコスチュームです。2021年に閉鎖してしまった Java 版ハイブサーバーの、アルティメットランクを2018年10月頃の時点で持っている、プレイヤー全員に配布されました。現在の統合版ハイブで購入できるランクはハイブプラスで、フレンドの上限解放、もらえる経験値が 1.5 倍などの特典があります。一方の Java 版サーバーでは、4つのグレードが購入でき、その中で一番値段が高いのがアルティメットランクでした。値段は85ユーロで当時の日本円で計算すると約9700円にも上り、1万円近くしました。
1100円ほどのハイブプラスと比較するとすごく高額な商品ですよね。Java 版サーバーはヨーロッパ、北米を中心として稼働していたため、アジアに住んでいるプレイヤーで持っている人はほとんどいないようです。そのため日本のプレイヤーでハイブ B を持っている人は一人もいないようです。もし、持っている人がいた場合連絡よろしくお願いします。難易度星2、レア度星5。以上がハイブサーバーの激レアコスチューム10選でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。